初めての認可保育園。1、保育園の種類編。保育園はどのようなところがあるの？保育園は大きく分けると、国の認可設置基準を満たし認可を受けた認可保育園と、認可を受けていない認可外保育園に分かれます。認可保育園は市区町村を通して申し込みをしていただきます。認可外保育園は園に直接申し込みをしていただきます。その他、利用できる方、入園の決まり方、保育料などに違いがあり、認可外保育園は園ごとに独自で設定しています。認可保育園の内容については後の動画で詳しく説明します。次に、認可保育園の種類について説明します。認可保育園はいわゆる一般的な保育所です。小規模保育園は定員6人から19人までの小規模な園で、きめ細やかな保育を行います。保育ママは子育て経験や保育士資格など一定の条件を満たした保育ママの自宅で、定員5人までの家庭的な雰囲気の中で保育を行います。小規模保育園保育ママは2歳児クラスまでの園で、3歳児クラスからは各園が連携する認可保育園や認定こども園に進級します。幼稚園型認定こども園は保育園の機能を併せ持った幼稚園で、公立の幼稚園型認定こども園は3歳児クラスから受け入れをしています。保育の必要性がある方は9時から14時までの教育時間の前後に保育を受けられます。幼保連携型認定こども園は教育と保育を一体的に受けられる園で、市内では渋谷教育学園浦安こども園の1園のみあります。渋谷教育学園浦安こども園は0歳児クラスから入園ができ、保育の必要性がある方のみ通うことができます。